マンネスマンポール3容器の車輪マンネスマンポール3容器は第一次世界大戦末期にドイツが製作していたが完成しなかった巨大軍用機である。1919年になって連合軍管理委員会のイギリス代表団がケルンポールの格納庫で未完成の巨人機を見つけたとして報告されたものである。 全長4 5 7 0ル翼幅5 0 3 0ルの当時としては巨大な航空機である。連合軍管理委員会のイギリス代表団がケルンポルの格納庫で計画書と部品を発見し、報告したもので、全長4 5 7 0ル翼幅5 0 3 0ルの大きさであった。山陽機で胴体は中央翼に取り付けられ、10台のエンジンを装備し、 2台ずつ1組とされ、前後のプロペラを駆動した。4組、8台のエンジンは、中央翼に取り付けられ、1組、2台のエンジンは、胴体下のかばさの中央に取り付けられた。性能は、速度 130km、H、後続距離 1500km と見積もられた。設計者についての情報は、ホストマンと報告されていたが、 1914年から1915年にかけてシーメンス・シュカートなどで成功しなかった4発の爆撃機を開発したフィンランド生まれのエンジニア、ビリー・ホダ・ホスマンであると推定されている。胴体の一部と2.2メートルの車輪の一つがイギリスに運ばれ、車輪は1994年に修復され、ダックス・フォード帝国戦争博物館に展示されている。ありがとうございます。